こんにちは。認知症予防チャンネルのよしやすです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、抗炎症作用のある食品をベスト10形式で紹介していきたいと思います。現代人の大きな問題はですね、慢性炎症、これなんですよね。慢性炎症の原因の多くはですね、食事と生活習慣が大きく関わっています。遺伝的要因、環境要因、いろいろあるんですけども、現代人の多くはですね、まず食事と生活習慣、これを見直す必要があると思っております。まずはですね、炎症を引き起こす食べ物、成分、こういったもののおさらいをしていきたいと思います。まず一つ目がですね、砂糖、それと精製された炭水化物。2つ目が果糖、ブドウ糖、液糖。3つ目が、小麦、グルテンですね。4つ目、牛の乳製品、カゼインになります。5つ目、オメガ6、油ですね、リノン酸を含んだものになります。6つ目、トランス脂肪酸、これはマーガリンとかファットスプレッド、ショートニング、マヨネーズといったものになってきます。次に7つ目、大型の魚、マグロ類であったりクジラ類であったり深海魚類といったものになってきます。8つ目、グルタミン酸ナトリウム。9つ目、加工肉、ハム、ベーコン、ソーセージ、こういったものになってきます。10個目、超加工食品、炭酸飲料とかスナック菓子、チョコレート菓子、キャンディー、朝食用シリアル、アイスクリーム、大量生産されたパン、あとクッキー、ケーキミックスとか、あと冷凍ピザ、鶏肉の、ナゲットですね、あとハンバーガー、ホットドッグ、インスタント麺などですね、こういったものになってきます。で、特に加工食品にはですね、これを摂取する人については、ビタミン B 群とか亜鉛、こういったものの栄養不足に陥ってきます。そしてですね、その加工食品にはですね、内分泌かく乱物質というものが含まれておりまして、ホルモン異常というものを起こす可能性があります。男性ホルモン、女性ホルモン、こういったものに影響を与えまして、不妊であったり、前立腺がん、乳がん、肥満、糖尿病、免疫不全、こういったものを起こすことが、報告されております。あと、11番目、アルコール、12番目、ジャンクフード、こういったものを、避けていく必要が、あります。さて、それではですね、抗炎症作用のある食品、を10個紹介していきたいと思います。まず1つ目、スパイス。次2つ目、ハーブ。3つ目、ベリー類。4つ目、アボカド。5つ目、緑茶。6つ目、オメガ3、油ですね。7つ目、生姜。8つ目、ブロッコリー。9つ目、全粒穀物。10個目、オリーブオイル。こういったものになります。それではですね、一つずつ、見ていきたいと思います。まずはスパイスですね。高飽和脂肪、高炭水化物の食事にスパイスを加えたら、食後の炎症性サイトカイン、こういったものの分泌を減少させたという研究報告があります。スパイスの一つであります、タメリック、ウコンですね。この使用性の、色素成分
クルクミン、ポルフェノールの一種になるんですけども、これがですね、薬効性、抗酸化、抗炎症、関節炎の予防、高血糖の改善、インスリン抵抗性の予防、高血圧の抑制、肝臓の浄化、こういった作用を持つという研究報告が上がっております。私もですね、毎朝の、サラダ、これにですね、ウコンをかけまして、あとですね、胡椒、ブロックペッパーですね、これをまあカリカリっとまあかけることによりまして、クルクミンの吸収を 2000% にまあ強化するというまあ天然成分になりますので、胡椒を、一緒にかけまして、あとはまあオリーブオイルですね、塩性になりますので、オリーブオイルを、エクストラバージンオリーブオイルをかけて、食べております。2番目、ハーブになります。CBD オイル、カンナビジオールというんですけども、次にクルクミン、セルセチン、ベルベリンなどこういったものがあります。大麻草の成分であるカンナビノイドの一種だと分かった CBD には、CBD は人体の、身体調整機能に働きかけ、免疫調整や感情抑制、神経保護、運動機能に効果が認める可能性があると。で、副作用には強い眠気や下痢、食欲の減退、イライラ感など、リラックス効果や、催眠効果が期待できるというものがあります。3番目、ベリー類ですね。これはまあラズベリーとかブラックベリー、ブルーベリー、ストロベリーといったものになります。ラズベリーとブラックベリーに関しましてはなかなか国内では手に入らづらいものがありますけども、冷凍のものに関しましては、ネットとか、そういったもので、手に入ることができますので、またそういうものも参考にしてください。で、ベリー類に含まれるアントシアニンですね、これが、TNF-α、インターロイキン6などの、炎症性サイトカインを減少させると。で、アントシアニンはですね、ポリフェノールの一種で、青紫色の天然色素になっていきます。こういったですね、研究報告があります。私もですね、毎日ちょっとブルーベリーを食べるようにはしております。例えばですね、反りがちな被験者に 150g のブルーベリーを 150g の白パンと一緒に6日間摂取してもらったという実験があります。で、食後の血糖値上昇を抑制し、抗酸化作用と抗炎症作用のためにインシュリン感受性が改善したという研究報告があります。次に4つ目、アボカド。世界で一番栄養価の高い果実として、ギネスブックにも、載ってるんですけども、こういったスーパーフード、アボカド、これを食べますと炎症マーカーが減少したという研究報告があります。面白いちょっと実験がありまして、ハンバーガー摂取した試験があるんですけども、ハンバーガーのみを摂取したグループは、2時間後に、血管収縮といったものや炎症といったものが見られました。で、アボカドとハンバーガーを一緒に摂取した、グループでは、そのような変化は見られなく、これは有益な抗炎症および血管の健康効果を示唆しているという実験結果が、ありました。アボカドに含まれる、脂質分子であるポリヒドロキシル化脂肪アルコール、こういったものがですね、紫外線によって誘発される細胞の損傷、
が、まあ、大幅に減少したというものもありまして、まあ、これはですね、化粧品の中に使われているものもあります。まあ、これはまあ女性の方がこう足の対象ですか。5番目、緑茶。緑茶の強力な抗炎症作用は、EGCG、エピガロカトキンガレード、ガレートによるもので、がん、肥満、糖尿病、心血管疾患、神経変性疾患などのさまざまな病気に対して有益な効果があるという、まあ、研究報告があります。ただですね、まあ、コーヒーもそうなんですけども、緑茶にはですね、カフェインの問題がありますので、過剰摂取はまあ避けるようにしてください。ちなみに私もまあこういったあの緑茶を飲んでおります。緑茶のエピガロカテキンガレートは、ヒト角膜上皮細胞において抗炎症及び抗酸化として作用するため、ドライアイなど目の炎症状態の治療の可能性があるという報告もあります。緑茶はですね、まあ、あの日本人の、まあ、特有の、まあ、緑茶はお茶になりますので、ぜひですね1日1杯でも、まあ、飲んでいただきたいなと思っております。ただですね、カフェインの問題がありますので、飲むのであればおやつの3時分ですね、まあ、それを時間帯ぐらいまでにしておいた方が良いかとは思います。6つ目、オメガ3、まあ、油ですね、必須脂肪酸になります。アルファリノレン酸、まあ、エゴマ油とか、アマニ油、シソ油、クルミなど、あと、まあ、よく知られている EPA、DHA ですね、これはまあ魚に含まれるサバ、イワシ、サンマなどの、まあ、青魚に含まれるものです。アルファリノレン酸は体内に入った後代謝されまして、まあ、アルファリノレン酸が EPA になり、EPA が DHAになっていきます。で、EPA、DHA はですね、食後の、血中中性脂肪が上昇しにくい、食品となります。で、ちなみにですね、まあ、こういった、まあ、甘い乳ですね、こういったものも私にとっております。オメガ3の主な働きなんですけども、抗炎症、抗アレルギー、抗がん作用、抗動脈硬化作用、免疫調整、中性脂肪及びコレステロール低下作用、血栓防止、神経系機能の向上などが、研究報告として上がっております。まあ、DHA、EPA をですね、原油として魚から摂取する場合なんですけども、特にまあ大型の魚、マグロ類、クジラ類、深海魚類ですね、こういったものはですね、まあ、メチル水銀の問題がありますので、できるだけ避けるようにしてください。で、そしてですね、抗オメガ6の脂肪酸、油ですね、まあ、これがまあオメガ3脂肪酸の抗炎症及び、まあ、抗炎症解消効果を阻害してしまいますので、オメガ6の、油を取りすぎないように注意してください。7番目、生姜になります。生姜に含まれるジンゲロールという成分なんですけども、これを加熱することで活性化するジンゲロール、そして生姜オールなんですけども、これは特にですね、神経の炎症を軽減する作用があるという研究報告があります。生姜はですね、あの健康にあのいいので、しかもですね、まあ、毎日摂ってきたらいいって、まあ、そうはないと思いますので、
ぜひ、少量でも取っていただきたいと思います。実際に、吸って取っていただいても結構ですに、結構ですし、粉末というものも、売っておりますので、こういったものを取っていくようにしてください。8つ目、ブロッコリーになります。緑黄色野菜全般に抗炎症作用があるんですけども、特にですね、油中の野菜である、ブロッコリー、これは強力です。でブロッコリーに含まれるスルフォラファン、というものには強力な抗炎症作用があります。こういった研究報告も上がっています。で、よく、ホームページとかでよく見られますブロッコリースプラウト、こういったものにも、スルフォラファンですね、強くですね、肥満、誘発性の炎症とインスリン抵抗性を改善するという報告、研究報告もあります。9つ目、全粒穀物。精製された炭水化物の反対が、全粒穀物、これになってきます。全粒穀物の摂取量が増えますと、CRP、あと TNAα、こういったですね、炎症マーカーが低減するという研究報告もあります。全粒穀物には水溶性食物繊維やマグネシウム、こういったものがたくさん含まれておりまして、腸内細菌層を良くしたり、腸内細菌が食物繊維を発酵することによってできる短鎖脂肪酸を増やすことで全身の炎症を減少させるという研究報告もございます。10番目、オリーブオイルになります。オリーブオイルの中でも、エクストラバージンオイルの方が、炎症、抗炎症効果が高いので、こういったものを取り入れていった方がいいかと思います。でそのエキストラバージンオリーブオイルの摂取なんですけども、CRP やインターロイキン6などの炎症マーカーを減少させるという研究報告もあります。エキストラバージンオリーブオイルは精製されたオリーブオイルより、優れた抗炎症作用がありまして、エキストラバージンオリーブオイルに含まれるオレオカンタールというポリフェノールがあるんですけども、それに強力な抗炎症作用があるという研究報告があります。エキストラバージンオリーブオイルの成分であるヒドロキシチロソールの生体内における抗老化神経細胞の役割は特に高齢者において有益な効果が出ていると発表されております。よく言われる地中海式の食事なんですけども、これがですね、加齢性疾患のリスクと寿命に対しまして、有益な効果に寄与する可能性があると言われております。地中海食とはですね、果物、野菜、こういったものを豊富に使用しまして、乳製品、肉よりも魚を多く使うという、食事内容になっておりまして、特にオリーブオイル、ナッツ、豆類、全粒粉など、未精製の穀物をよく使い、食事と一緒に、適量の、赤ワインを飲むものという、こういったものも、地中海食というものになってきます。あとその他おすすめの抗炎症食材をご紹介したいと思います。まずは MCT オイルですね。私もこうやって使っております。であとはキノコ類、ナッツ類、豆腐、カカオ、発酵食品、海藻類、緑の葉物野菜、熟成ニンニク、黒ニンニクですね。こういったものも、抗炎症効果がある食材として、上がっております。
特にですね、我々の国も、長寿国でありまして、日本の伝統食である和食、まあ、特に、まあ、煮る、蒸す、炊くといった、まあ、調理法が、まあ、主になるんですけども、一汁一菜で、タンパク質は、まあ、魚中心で、その中で、1960年代、1975年代、1990年代、2005年代の食事の中で、特にですね、1950年代の和食ですね、といっても食事がマウスの老化を遅らせ、寿命を延ばしましたという、こういった、まあ、面白い研究結果、報告もあります。青魚とかですね、まあ、こういった適切な、まあ、オメガ3脂肪酸の摂取で、飽和脂肪酸と、トランス脂肪の摂取を減らしまして、果物、野菜、ナッツ、全粒穀物が多く、精製穀物、穀物が少ない食事の摂取を、まあ、心がけて、ください。で、まあ、特に調理方法につきましては、揚げる、炒める、焼くというよりも、日本古来の煮る、蒸す、炊く、こういったものが、良いとされております。そしてできるものでしたら、まあ、無農薬の食物ですね、こういったものを選びまして、さらに可能であれば無農薬の作物を皮ごとですね、皮にも栄養成分たっぷり含まれておりますので、皮ごと食べていただくのが、おすすめとなっております。本日も、動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画が良かったと思う方は、高評価と、まだチャンネル登録をお願いいたします。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。それでは、さようなら。